即興大ダンスバトルで、アハーイ！イエーイ！出て負けねえぞ！じゃあ早速、それでは、お題を発表していきたいと思います。サクさんどうぞ！こちら！平均点80点のテストで、5点を取ってしまった時の気持ち。オッケー、行きましょう！ダンスバトル！俺の戦いは誰だ？大河先輩！大河先さあ、それではね、今の結果をですね、オーディエンスで聞いてみたいと思います。はい、それでは、あ、ごめんなさい、先に名前を教えてください。ダンサーネームでも、はい、タイガです。タイガ、はい、タイガくん、オッケー。それでは、じゃあ僕からいきます。ケビンが良かったと思う人、拍手。はーい、ありがとうございます。はい、それでは、タイガが良かったと思う人、拍手。はい。はい、大変 OK です。わかりました。僅差で、タイガの勝ち！ちなみにやってて思いました。うん、もう途中で俺負けたなって思いましたわ。くっそー。じゃあ、行きましょう。2回戦行きましょう。タイガありがとう。ありがとう。ありがとう。うん。うん。まあまあ、1回戦完敗しましたけど。二回戦負けねえぞ。さあ、じゃあスタッフさん、次のお題お願いします。いいですか、発表します。こちら、後輩が突然タメ口を使ってきた時の気持ち。はいはい、なるほど。じゃあこのお題に対して戦うのは誰、誰かな。オッケー、終了。じゃあね、お名前を教えてください。オーガです。オーガ、はい、オーケー、オーガ。そして私ケビン。じゃあそれではね、オーディエンスに聞いてみたいと思います。ではまず先に、じゃあ、ね、次はケビンが良かったと思う人、拍手。オーケー、はい。さあ続いてタイガ、いや、オーガ。オーガね、オーガね、オーガね、はい、知ってました。それでは、オーガが良かったと思う人、拍手。お、
ということは2回戦8警備員だー、やったありがとうございます、ありがとう、うん、またあのいつものところで会おう、うん、うん、あいつね、わかりました、うん、いいやつです、本当にいいやつです、間違いない、はい、それでは続きまして今ね、1対1と来てますんでね、3回戦で勝負つけたいと思います。ちょっといいですか、3回戦なんですけども、なんかね、さっきから私をね睨みつけてる人がいるんです、いいですか先生、先生ちょっとね、先生とちょっとね僕対決したいと思うんですけど、いいですか、皆さんどうですか、あーそう、先生、先生カモン、先生お願いしますよ、負けねえぞ、ああああちょっと怖えよ、じゃあお題を発表したいと思います、お願いします、いきます、ドン、初恋の人と偶然再会した時の気持ち、なるほど、はい、一緒に行きましょう、スタート、ということで、ありがとうございます。ということで、以上、即興お題、ダンスバトル